犬の満水は1742年8月に千曲川と西川流域で発生した大洪水である。大阪付近に上陸し、関東地方を経て三陸沖に抜けた台風と前線が大雨の原因と考えられている。長野県小布施町にある洪水水位表。地面が水位約6.9メートルで、一番上が漢方2年の氾濫水位10.7メートルを示す。 漢方2年が水の犬の年に当たるため、被害の大きかった千曲川流域では犬の満水と呼ぶ。長野県の千曲川、西川流域では、旧暦8月1日の被害が特に大きく、200年以上を経過した現在でも、黄金の墓参りとは別に、その犠牲借用のため新暦の8月1日に母産をする風習が残っており、この日を特別の休日として、 採用情報に掲載する企業もある。その被害の大きさは各地の伝承や文書記録、慰霊碑などによって伝えられているが、流域全体で2800人以上の死者を出し、田畑の流出も広範囲にわたる未曾有の大災害だった。千曲川本流の増水による堤防決壊だけでなく、山沿いでは消火線の氾濫も各所で発生した。 判断した水量は2億3200キロ立方メートルとの推定がある長野市の笑い寺本堂の柱の記録をもとに長野市と周辺市町村の数カ所には洪水地の水位を示した洪水水位表が立てられている。また、伝聞によれば現在の立ヶ原水位観測点付近の水位は36尺と推定されている。山田慶一は 1959年7号台風号の際に生じた洪水と比較し、犀川水系の水量は同程度であったが、千曲川の水量は3倍程度と推定している。ありがとうございます。